教皇の権威回復、ローマ水道復活。前にも述べたように、トレビの泉は、一日8万立方メートルという膨大な流水量を誇りますが、その水を供給しているのは、ヴェルジネ水道、ラテン語でヴィルゴ水道です。古代ローマ時代、 首都ローマに水を送っていた11本の水道の一つです紀元前19年に完成し全長は21キロありましたこのビルゴ水道を作ったのは初代ローマ皇帝アウグストスの副神だったマルクス・アグリッパカエサルに見出され軍災のないアウグストスを補佐する役目を担った人物ですビルゴ水道は漢方マルツヨの アグリッパ浴場に水を引くのをしたる目的として建設された水道ですがカンポマルツ一帯への給水も兼ねていました。この水道はローマ市内へは北から入り今のスペイン階段のあたりから南下しコルソ通りを越えてぐるっと回りパンテオンの南にあるアグリッパ浴場まで続いていましたこれはスペイン階段から南西に伸びるコンドッティ通り カフェグレコがある通りとして有名です。この通り名のコンドッティとは銅管の意味です。この通りの地下を水道管が通っていることに由来します。このビィルゴ水道、他の水道同様、紀元538年に破壊されてしまいます。この年、 もはや年中行事のようになっていた蛮族の侵入にこうして立ち上がったのは東ローマ帝国とも呼ばれるビザンチンチ帝国の将軍、ベルサリウス。当時ローマ市内は275年にアウレリアヌス帝が建てた城壁で守られていましたこれが現在も残るアウレリアヌス城壁ですしかし 水道橋がアウレリアヌス城壁をまたいで市内に入っていたため、ベルサリウスは蛮族が水道の坑道内を使って市内に侵入してくるのを心配します。特にポルタ・マッジョーレでは、複数の水道が市内に張り込んでいます。何しろ古代の水道11本のうち8本がここを通っていましたから。これは現在のポルタ・マッジョーレ・マッジョーレン。 この部分を左側から見ると、四角い穴が見えますが、これが水道管、クラウディア水道と新アニオ水道の水道管です。西ゴート人によるローマ包囲は、537年から翌年まで1年間続きました。その間に地上の水道施設が破壊されましたが、それだけでなく、ベルサリウス自身が、 水道の行動を使って敵が侵入するのを避けるため、ローマ中の地下水道を塞がせてしまいました。こうしてローマはビザンティンの名称、ベルサリウスのおかげで、新たな略奪は免れたものの、水道という古代の偉大な遺産を失うことになったのです。ローマ水道は死んだのです。ローマ帝国の崩壊以降、 ローマは教皇の町となり教皇インノケンティウス3世の時代に教皇権全盛時代を迎えます。1215年の第4ラテラーの公会議で「教皇は太陽皇帝は月」と演説したことは有名です。しかしやがて教皇の権威は失墜します。1309年フランス王フィリップ4世は教皇クレメンス5世に圧力をかけ 南フランスのアビニオンに教皇庁を移させますそれ以後1377年まで約70年間ローマ教皇はローマを離れアビニオンにいることとなるのです教皇のバビロン保守ですこれは次に起こるシスマ教会大分裂とともにローマ教皇権の衰退を示すものでしたそして ローマ教皇権の回復の過程で、ローマ水道は復活するのです。このことを、3人の教皇の取り組みを通して見ることにします。最初は、パウルス3世。パウルス3世といえば、プロテスタント勢力に反撃するため、イエズス会を承認し、異端審問所を設置し、トレント公会議を開催した教皇として知られていますが、ローマの街の再整備のため、 あのミケランジェロとも深く関わっています。教皇はミケランジェロにカンピドリオ広場の設計を依頼しました。また、サンピエトロ大聖堂の建設監督を委任し、ミケランジェロはクーポラの設計を行いました。ミケランジェロにシスティーナ礼拝堂の最後の審判を描かせたのもパウルス三世です。 このパウルス三世の時代には水道の復興も真剣に検討されました1535年にはアゴスティーノ・ステウコという人文主義者がローマの水道を再整備する提言を行います彼はベルジネ水道を復興して利用しようと考えピンチョの丘まで来ている道管をさらに南に伸ばしローマの人工上土に水を引いて 広場に泉を作り、公共のように教しようと考えました。ステウコの考えは、実用性と衛生面を重視したものでしたが、それだけにとどまりませんでした。古代ローマの栄光を復活させることで、ローマの都市としての権威を高めること、水をローマにもたらす教皇を称えることをも狙っていたのです。そのことは、 プロテスタントに対するカトリックの優位を示すことにも通じていました。パウルス三世は、ヴェルジネ水道復興のための予算案を作らせます。工事は、ピウス五世地下の1568年から始まって1570年に完了。この工事のおかげで、ピンチョのかより南の市街地にかなりの水が供給できる見込みが立ちます。しかし、 水道を自宅に引けるのは貴族や富裕層に限られていましたそこで水道を引けない住民に水を供給するために作られることになるのが公共の泉だったのですこうして水道管が通る道筋の広場に合計18の公共用の泉が設けられることになりましたこれらの泉こそ が現在ローマで見られるおびただしい数の泉の起源となったのであり、それを作ったのが泉の建築家と呼ばれることになるジャコモ・デンラポルタなのです。デンラポルタが実際に泉を作った広場は、以下の通りです。政作年代については異説もあるようです。次はシクステス5世。在期間は、 1585年4月から1590年8月までの5年4ヶ月と決して長くはありませんが今日のローマの基本形を決定したことからパーパーウルバニスタ都市計画者教皇と呼ばれます教皇の自席を語るすべての書物はこう記してきましたシクストス5世はローマをバロックの都にしたとここは サンピエトロ大聖堂前のサンピエトロ広場中央に立っているのはオベリスクですオベリスクは元来古代エジプトすなわち異教徒の世界に属する建造物初代ローマ皇帝アウグストスがエジプト遠征の檻に持ち帰ったものですシクストス5世は 旧大聖堂の南側に立っていたものを移し、先端に十字架を取り付けて、聖徒、ローマの中心、サンピエトロ大聖堂前に設置させたのです。それは、途方もない難工事でした。この絵は、1586年9月10日に行われたオベリスクの設置の様子を描いています。 このオベリスクの設置のために巻き上げ機44台馬140頭人足800人が動員されましたそしてシクスス5世がオベリスクを設置したのはここだけではありませんサンタマリア・マッジョーレ大聖堂を行したにもサンジョバンニ・イン・ラテラーの大聖堂前にも オポロ広場にもシクストゥス5世はオベリスクだけではありません古代ローマの記念中もちろんこれもオベリスク同様異教徒の建造物ですがこれも修復し頂上に聖人像を設置しましたこれはトライヌス記念中頂上に置かれているのは聖ペトロ像です これはマルクス・アウレリウス記念中、頂上に置かれているのは聖・パウロ像です。聖・ペトロも聖・パウロも、いずれもローマの主語聖人です。一体シクステュス5世は何のために、これらの異教徒の巨大な建造物を移転修復して、 キリスト教の建造物として再び設置したのでしょうかそれはローマを訪れる多くの巡礼者たちの巡礼ルートの指標としてです図で説明しましょうローマを訪れる巡礼者の大半はポポロモンから市内に入りますそこでポポロ広場にオベリスクを建てましたそこからまっすぐ進み 右折する場所のコロナ広場には、マルクス・アウレリウス記念中、最終目的地のサンピエトロ大聖堂前にはオベリスクを建てました。さらに巡礼ルートの目印だけでなく、巡礼者の喉を潤す泉も設置しました。このようにシクステス5世は巡礼ルートを整備するために、 指標となるオベリスクや記念中水飲み場としての泉を設置したのですこれは現在もコロンナ広場にある泉泉の建築家と呼ばれたジャコモ・デラ・ポルタ柵です。ところで巡礼者にとっての最大の目印といえば今でもサンピエトロ大聖堂クーポラでしょう設計には ミケランジェロも関わりましたが、最終的にシクストゥス5世の命を受けて完成させたのは、泉の建築家ジャコモ・デラ・ポルタです。また、泉に十分な水を供給するための水道の整備も行いました。西ローマ帝国が滅びた後、537年、東ゴート郡によってローマの古代水道は破壊されました。 それ以来、ほぼ900年の間、丘の上への給水を断たれて、人々はテベレ川流域の低地帯へ生活水を求めて移住せざるを得なくなります。古代ローマの水道が最初に復旧するのはウィルゴ水道においてですが、まだ水量は少なく、また高い丘の上にまで到達しませんでした。それを水道の流れが、 カンピドリオの丘にまで達することを目標に1589年に完成させたのがフェリーチェ水道フェリーチェはシクスス5世の本名フェリーチェ・ペレッティに由来しますそしてフェリーチェ水道の終着点の記念碑的泉モストラがモーセの泉ですこれが モーセの泉です。旧約聖書の預言者モーセが、地面から水を吹き出させた瞬間を表現しています。ヴェルジネ水道とフェリーチェ水道が完成して、ローマのテベレ川砂岸の地域は、水の問題がほぼ解決しました。しかし、テベレ川の右岸、すなわちバテカーノとボルゴ地区、そして古くからの住宅密集地である トラステベレにはまだ水道がありませんでした。これらの地区に水を引くことになるのは、ボルゲーゼケ出身のパウルス5世。パウルス5世は熱心に大公宗教改革を実施、日本との関係では、慶長建王施設の長倉常長が越見しています。また、パウルス5世はローマの整備にも意欲を見せ、 強行になるとすぐに水道の工事に取り掛かるよう命じます復旧の対象となった古代ローマ水道はローマの北部に水源のあるトライアナ水道このトライアーナ水道を再整備したのがパオラ水道ですが付設距離が56キロとベルジネ水道、フェリーチェ水道よりも長かったため工事には時間がかかりました 1612年にはジャニコロの丘にパオラ水道のモストラが作られました前面にプールのような巨大な潜水盤がありその背後には5つのアーチを連ねた構造物がありますアーチの上には大きな碑文がはめ込まれさらにその上に教皇の紋章が置かれています 全体の構想は孟セの泉と似ていますが、こちらの方が規模がより大きく、シンプルで力強さが感じられます。パオラ水道の敷設により、長年の懸案だったバティカーノへの水の供給が可能になり、サンピエトロ広場にも1613年、カルロ・マデルの設計の泉が作られました。大量の水が流れ落ちているのがこの絵からよくわかります。 現在は以前ほどの水量はありませんこちらから見て左側の泉がカルロ・マデルの柵で右側は広場を整備したベルニーによって作られましたまたパオラ水道によってトラステベレ地区にも水がもたらされ水量に余裕があったのでさらに対岸にも水が供給されました例えばファルネーゼ広場ローマの名家で 唯一、水不足が解消されていなかったファルネーゼ家も、1621年に自分の宮殿に水道を引き、1626年にはファルネーゼ広場にようやく2つの巨大な泉を作ることができたのです。これが現在のファルネーゼ広場の泉です。以上見てきたように、ローマの水道はわずか40年ほどの間に整備されました。 そしてこれを受けてベルニーニの泉やトレビの泉のような装飾性豊かな泉が登場するのです。